インド鉄道ワグ5系交流電気機関車は、インド鉄道が所有する、貨物用交流電気機関車である。1963年のワグ1系以降、インド鉄道は、欧州連合や日本連合など海外から貨物用、交流電気機関車を輸入し、1966年には、その技術をもとにした初の国産貨物用、交流電気機関車のワグ4型が1100両、製造された。 だが、ワグ4型は、平地で、最大2000トンの貨物列車を牽引するのが限界と、低出力であったことから、より高性能の貨物用機関車が求められた。そこで、1970年から導入が続いていた、価格両用機関車であるワムマイナス4型を、貨物専用とした、ワム4バイト型が1978年に、製造され、営業実績が良好だったことから、 形式名を、ワグゴ型と改めた上で量産することとなった。それまで導入されていた、貨物用電気機関車は、車軸配置ボボのモノモーター方式だったのに対し、ワグゴ型は、基礎となったワムマイナス4型と同様、車軸配置 COCEO の全軸駆動方式に改められている。それにより、車体が長くなった一方で、出力や牽引力が増大した。 1997年に製造が終了するまで1173両もの大量生産が行われ、ジッタランジャン機関車工場に加え、バーラト充電器も一部車両の製造に参加した。電動機や車歴によって、以下のように形式の細分化が行われているほか、製造年度により、パネルフィルターなど側面形状が異なる車両も存在する。ありがとうございます。